カラーに口紅、はい、オールディーズでね、有名な曲でございます。これいろいろ能楽器を言おうと思ったけど、はい、時間がもったいないので行きましょうか。わかりました。はい、それではお願いします。はい、カラーに口紅、はい、女性の口紅がついているということは、うん、なんか浮気をしてるんじゃないかとか、あ、それってあるかもしれませんね。そういうことで揉め事が起こるらしいんですけども、はいはい、まああのまあワイシャツって言ったら、うん、昔こうね、襟元が Y の形だからワイシャツと思ってたら、襟が、ああ、そっか、ホワイトシャツのやつで、この W らしいですよ。うん、でまあワイシャツなんですけどね、はい、なんかいかにもアメリカという感じでございます。そうですね。日本の場合は。もちろん口紅でこの浮気が割れることもありますが、多くはですね、はい、折れたタバコの吸い殻で分かることです。どっかで聞いたことあるような、はい、それは日本的な感じでございます。さあ、はい、お次ですけど、ちょっとこのカラーに口紅なんですけど、ね、始まった時にあれって思われた方もいらっしゃった。そうなんです。私はイヨちゃんの曲、内緒で少しイントロをお借りします。イントロ、はい、これも太田さんがね、いろんなこと考えてくださってね、隠し気本当にショパンも詳しいし、そうですね、松本優ちゃんも詳しいし、ドリフターズも詳しいしっていう、ね、本当に大変な先生でございます、はい、そしたらあの、はい、お次がね、はい、今